どうもこんにちは、加瀬樹です、今日はですね、2022年の8月27日土曜日で、時刻は14時半ぐらいかなと思っております。今回も金魚の動画をですね、続きを撮っていくという形で進めてまいりたいと思います。先週ですね、金魚を買ってきて、で、水槽を作って、今こちらにあるのがですね、新しく作った一番最新の水槽になってます。まあ、最新の水槽というからにはですね、また次のものがあると。いう感じでですね、今日はそれを作っていこうかなと思っているところなんですが、当初考えていたのよりか結構ですね、内容は変わってきたかなと思いながらですね、新しく今日、どういうふうに進めていこうかなと考えながらですね、やっていくと。まあ、やりながら考えて、で、考えながら次に進めていくっていう形で進めていきます。まあ、ちょっと金魚の様子をですね、ぜひ見ていただきたいんですね。蓋を外すとですね、簡単にこうやって見ることができます。はい、こんな感じでですね、ちょっとレンズもちょっとズームできるやつに変えたんですけど、まあ、とても元気よくですね、過ごしてくれてて、とても嬉しいです。まずランチュウがですね、逃げ出したのが、全然無事にちゃんと生きててくれてるのが非常に良くてですね。で、あと、まあ子供たちの反応はまあそこそこという感じなんですけど、今日はその、秘策を用意しておりますので、こちらの方も準備していこうかなというところですね。本当に元気よくですね、金魚が過ごしているのを見て、結構癒されますね。やっぱり金魚、まあ、生き物を飼うっていうのは、その本当にこう一生懸命生きてるこう小さい生物たちのですね、こう一生懸命さというか無邪気さがなんか伝わってきて、心が現れるというのをですね、すごく感じました。まあ、それはもう正直な感想です。で、あとですね、あそこに、ギターがあるんですけど、金魚を見ながらギターの練習をするっていうのと、あと、まあ、YouTube でですね、技術士の先生の講義を聞くっていう、そういう、こともやってますので、金魚を見ながらですね、まあ、スマホのゲームをしたり、講座を聞いたり、あとギター弾いたりと、まあ、そんなことをやってます。で、この場所なんですけど、まあ、私の家の倉庫でですね、まあ、こんな形で、倉庫の中に、金魚を置いてるんですが、早速、その倉庫の金魚、水槽を広げていこうかなと思っております。まあ、母ちゃんあたりがかなりうるさいんですけど、まあ、母ちゃんを無視してですね、とりあえず自分のやりたいようにやると、まあ、大人の遊びという形で、もう存分にですね、いろいろ自分のやりたいことをやっていきたいという、なんかある意味意地になって金魚をたくさん買ったり、水槽を作ったりということをやっていこうかなと思ってます。で、まだですね、あとこのすぐ横にある工具棚があるんですけど、この辺りもちょっと片付けたりしたいなとか、あとまあ工具のご紹介とかもそれなりにやりながらですね、いろいろやっていこうかなと思っているところです。で、場所なんですけども、まず紹介したいのがこちらのテーブルみたいなものがあるんですが、これ部屋用で使ってました。でもこれを部屋用にするのはちょっともったいないかなと思うので、金魚用の、まあ棚用のという形で、で、この、まあ、見ていただくとですね、こう、ぐるぐるなった木みたいなもので、このテーブル作ってるんですけど、川に流れ着いていた流木をですね、カットして、で、ペーパーをかけて、で、まあ、インテリア風にですね、棚を作ってました。これを作ったのは1年半ぐらい前かなと思うんですけど、部屋で使ってたやつを下に持ってきました。で、ここに水槽を置いて、で、今こちらの泥船の方ですね、こちらの方を、また新しい水槽として今から作っていこうかなと思ってます。で、こちらの分と合わせて土台をですね、作る必要があるかなと思ってますので、土台をまず作って、で、こちらの方の大きい方の土台も作っていこうかなというところですね。はい。ということで、ちょっと早速の作業としては、まず土台作りをしてから、で、その後ですね、実は今日もまた金魚などを買ってきてますので、その準備をしていこうかなと思います。はい、ということで、ちょっと倉庫を片付けました。まあ、こんな感じで赤い棚にですね、細かいものを、ちょっと分別したりとか、あと、まあ、床をですね、ちょっとブロワーで拭いたりとか、あとはですね、土台を1個追加しております。で、今日ちょっと買ってきたものをですね、紹介していきたいかと思います。まずこちらのパイプ、25のパイプ2本買いました。であとですね、今日は結構またいろいろ買ったんですけども、まずこちらのポンプフィルターを前回に引き続き同じやつですね、もう1個買いました。これも3割引きで買いました。今使っているのが非常に好調なので、期待しているところです。今日もまた前回の金魚屋さんに行ってきてですね、買ってきたんですが、今度はこちらの水柵の超高性能ろ過装置っていうやつをですね、5775円の3割引きで購入してきました。こちらも日本製ですね。かなり古いやつなので、日本製として期待しております。これ結構なことが書いてまして、水柵の先進技術がろ過機の流れを変えたと。で、上層上面がすっきりします。だからこう水槽の端っこに置くタイプでですね、こちら絵を見てわかる通りですね、すごいなんかこう出口がこう広がるような形で、そういう感じになっているので、これもちょっと期待しているところですね。かなり古いんですけど、多分20年は多分経ってると思うんですけど、30年ぐらい経ってるんじゃないですかね。で、当時ですね、結構先進技術がありましたということで、30年前の先進技術でしょうけども、上層水面がすっきりで、コーナーにぴったりで、水質の改善が入ります。モーターは加熱防止付きで、水柵独自の微生物のろ過で、側面ろ過と底面ろ過で実力アップで、手軽な管理と、そんな感じでですね、今や当たり前になっているようなことが当時から行われていたんじゃないかなと思います。スペースパワー2、超高性能ろ過装置スペースパワー2です、はいということで、こういったものを買いました。これ割と高かったんですけど、3割引きですし、日本製なので、期待したいところです。あと何気にさっきのやつの専用のマットがありましたので、一応買ってきました。そして、これも日本製のポンプですね。エアーポンプを1個、ちょっと割と性能のいいやつを買いました。3000円しました。あ、ちなみに3割引きじゃないやつは全部1割引きしてくれましたんで、助かりました。で、こちらは3割引きのサーモスタットですね。サーモヒーターですね。このヒーターで、温めると、2900円の3割引きです。でこちらはヒーターのガードですね。これは1200円の3割引きでした。これも買いました。サーモヒーターですね。これは日本製です、テトラの日本製品なんですけど、温度を26度にキープしてくれるということで、冬でも安心ということで、これを1個買ってます。ちなみにですね、多分使い方はあんまりよろしくないとは思うんですけど、これはヒーターと温度調整付き機能があります。でこれはヒーターだけなんで、これとこれを同時に使うことによって、温度機能を、こちらでも、管理できるという感じで、使っていこうかと思っています。ちなみにですね、今回水槽3つぐらい作るんですけど、今日は間に合わないと思うんですけど、自家製のろ過装置を作りながらですね、実は大きな水槽3つぐらいを一気にまとめてやりたいと思ってますんで、水質を全部同じものにする、要するに水槽を全部つなげてしまうというイメージですね。自作のろ過装置とかもあるので、全部つなげてしまおうかなと思っています。だから水質管理、温度管理はこれで十分ということになるわけです。そのやり方が正しいのかどうかっていうのはですね、また検証しながら、研究しながら進めていこうかなと思っているところですね。そして先にホームセンターで買ったものもありまして、配管をですね追加しました。結局ろ過装置を自作するためにまたちょっと追加で、25のパイプの継ぎ手等々を買っております。そして25のパイプに合わせてですね、穴を開ける用の、専用のキリですね、こちらも買いました。これは確か3000円ぐらいしました。日本製品ですね。自分の持ってる工具で間に合うといえば間に合うんですけども、一応金魚専用という形で今回買ったので、これも値段に入れとこうかなと思いました。さて、そしたらですね、今回のメインなんですよ。実は、金魚と、あともう一つ買ったものがあります。まず金魚の方なんですが、こちらですね、こちらの金魚を買いました。長物と言われる、やつで、このオレンジ色のやつですね、ちっちゃいのが10匹で800円で1匹おまけしてもらいましたので、800円で11匹で、一応赤白のコメットが2匹、1匹450円でしたので900円ということです。で、前回買った金魚と同じ種類のですね、水泡眼の白、そして、赤白の単調ですね、こちらも追加で買いました。水泡眼は800円で単調は500円でしたと。ちょっと今回のメインなんですけども、こちら開けていきます。じゃん、日本イシガメという亀を購入しました。お値段3500円でした。日本イシガメについてはですね、いろいろと思うところがありまして、今回ちょっとこの狭苦しい中でちょっと喋り続けるのはあれなんで、後でちょっとお話ししようかと思いますけども、今回結構思い切ってこのイシガメを買いました。だからヒーターなんかも合わせて買ってたりするんですけど、かなり可愛いです。はい、ということで、とりあえず準備を進めていこうかなと思います。はい、ちょっと今カメについて延々と語ってたんですけど、録画するのを忘れてましたので、もう一回同じことを言います。まずですね、この日本イシガメっていうのが、3500円で今日買ったんですけど、皆さんもご存知の通りですね、カメっていうのは、日本の川にいるカメっていうのは、もう基本的には緑ガメとか、あと草ガメって言われる、ゼニガメって言ったら聞こえがいいんですけど、緑ガメとゼニガメが非常に多いと思います。でもこちらは、緑ガメはアメリカ原産で、ゼニガメは中国原産ということで、日本の固有種ではないということです。で、この日本イシガメというのは日本の固有種で、もともと日本に住んでいるカメということなんですね。だから日本固有のカメって実はすっぽんとこのイシガメしかいないんですよね。でもそれもちょっと意外だったんですが、この辺の話もですね、実は、私が最近興味を持ったその、いわゆるその生き物系の YouTuber の方の動画を見て、でそれで興味を持ってこうやって、実際買おうとまで思ったわけなんですけど、かなり可愛いなと思います。本当に今までカメを飼ったことがなくてですね、だからしっかり、育て方なんかをですねちゃんと研究しながら、大事に育てていきたいかなと思うんですけど、しかしこうやって、絶滅しかかってるようなカメで、多分かなり人気でもあると思うんですね。しかも全然噛まないらしいんで、すごくおとなしくて優しいカメなのかなと。だからこそ絶滅しかかってるっていうところもあるのかなと思うんですけど、ペットショップで買おうと思えば3000円するっていう、そういうところもあってですね、やっぱり乱獲されたりとかもする、そういうことで、実際に、こういったカメの生態系とか、あと生育状況とかもですね、実際自分の手で、育てることでですね、何かこう思うところとか、考えるべきこととかがあるんじゃないかなと思いますので、可愛がって育てていきたいかなと思っているところです。なので、一応今日はですね、このガラスの水槽だけではちょっとかわいそうなんで、きちっとしたですね生育状況を作ってあげたいかなと思っていますので、早速準備していきたいと思います。そういえば結局今日いくら使ったかというのをちょっとカウントしていきます。まず亀さん、3500円ですね。3500円で、金魚が結局800円プラスの450円が2匹で900円で、あと単調500円の水泡眼が800円ですから、いくらか、ちょっと単純計算でだいたい3000ぐらいですね、いいのかな、3000円として、亀3500円、金魚3000円で、あとこちらのこれが、3500円の3割引き、だいたい2500円として、2500円、400円で、これが3000円の3割引きだから2000円で、これが3200円の1割引きだからだいたい2600円として、これも3000円の1割引きだから3000円として、こちらは1200円の3割引きだから、まあ800円。これが5775円の3割引きだから、だいたい4500円。で、ホルソーがこれが3000円で、配管がだいたい1500円。だから、だいたいですね、いくらぐらいかな。亀、金魚で6500円の、今日買ったこちらの水槽のポンプとかがだいたい15000円ぐらいかな。でホルソーが3000円で配管が1000円ですから1500円ですから、ちょっと計算を適当にするとだいたい25000円ぐらいかな。ざっくりそんぐらい25000円使ったとしましょうか、ということで、あとですね、もともとあった水槽と、まあこちらのやつですね。これ紹介したかなと思います。これと、これ置いてなかったんですけど、これも一応ポンプ昔持ってたやつですね。これは川で拾ってきたやつです。はい。という感じで今日だいたい2万、あ、パイプもありますね。パイプが1000円ぐらいだったと思いますんで、まあだいたい26000、5000。まあそのぐらいじゃないかなと思います。計算は後でしたいと思いますが、だから今日、前回で27000円で、今日が25000円使ったんで、だいたいやっぱ5万円近くは使ってるのかなと思います。5万円の事業を始めていきたいと思います。イメージとしてはですね、もうとにかく大人が本気で遊んだらどういうことができるかというのを、やっていくと。まあそういう趣旨にちょっとなってきつつあるのかなと思いますので、とりあえず進めていきたいと思います。はい。ということで、こちらの水槽に亀くんを移動させていこうかなと思いますので、こちらの水槽を作っていきます。ちょっと石亀の亀くん、ちょっと名前を亀くんにしようかなと思うんですけど、亀くん用のですね、水槽を作っていくというところですね。なので、この水槽の割と水を結構入れて、で、砂利をたくさん、まあ石ですね、たくさん入れながら、割と水深を出していこうかなと思っています。で、亀くんが出ていかないようなぐらいにまで、とりあえずたくさん水を入れながら、こうちょっとこう、レイアウトはまだ考え中ですけど、こう斜めにこうずーっと、高く石を積み上げていくような感じにしようかなと思っています。実際ちょっとやってみたいと思います。この前川でですね、砂利をたくさん取ってきてますんで、これを少しずつ配置していこうかなというところですね。こんな感じで、大きめの砂利を敷きながら、やっていこうかなと。実は結構砂利を大きめのやつを取ってきてるんで、これをちょっと今からふるいにかけてですね、選別しながら、石を大きいやつから使っていこうかなと思います。石をですね、このぐらいの目に1回かけて、この目よりか粗めよりか小さい石を1回ふるい出します。でこれ残った大きいやつを先に選びながらやっていこうかなというところですね。上にかけていきということで、石をですね、ふるいにかけて、大きいやつと小さいやつ選別しました。小さいやつはちょっと今洗っている途中なんですけど、この今ある分が大きい方になりますので、こちらをですね、この水槽に、積み上げていくような形でですね、入れていきたいと思います。で最終的には水を入れて、ポンプをつけて、で、亀さんを移動させるという感じになります。ちょっと早速作業していきます。水は結構入れようかなと思っています。だからこっち側にたくさん石を入れて、こっち側は基本的には入れないっていう感じにしようかなと思ってます。旦このぐらいで様子を見たいかなと思います。あとはこれに実際、こちらのポンプをつけていきますけども、これですね。でこれで、まあ、亀の水はその酸素をですね供給していくっていうよりも、まあ、水をある程度きれいにするとか循環させるっていうことが大事になってきますので、その辺りのために設置していきます。でこれもスポンジが入っていますので、ある程度水を除化する能力があるかなと思いますが、最終的にはですね、ろ過装置を自作していきたいかなと思っていますので、とりあえずはこれをつけていきたいと思います。今これをですねすると、この水が溜まってるところで水は循環するんですけど、この石の方の水が止まってしまうと、ちょっとそれは結局この辺りが水がよどんでしまうので、この底の方とかも水が溜まっているので、これ自体を底の方に敷いて、で水を循環させるっていうようなイメージに作り変えたいと思います。はい、今これでですね、こういう感じで水が出るようになっています。あとこれを石の下に敷き詰めることによって水をなるべく循環させると、そういうものを目指していきます。今この一番沈めてしまった状態でも水が流れているのは確認できましたので、これをそのまま石を置いていって、循環が少しずつ、なるべく水が全体で回るようにっていうことでやっていきます。であとなるべく石がなだれ込まないように、こちら側に大きい石を置いていきます。一応ですねこう水の流れが見えてはいないんですが、多分こういう循環はしているのかなと思います。ちょっとですね今現状でいくとやっぱり水の循環が少なすぎる気がするので、ちょっと場合によってはこの小さいやつも設置するかなと今のところ考えています。とりあえずちょっとこれで様子を見たいと思います。はい、ということで早速ですけども石亀くんを離していきたいと思います。かなり元気よく泳いではいますけど、どうでしょうか。こっちになんか逃げていきますね。はい、とりあえず現状ですね、水が溜まってるところを泳いで回ってる感じです。元気に泳いでるのか焦っているのかちょっと何とも言えないですけども、ちょっと新しい環境にぜひ慣れていってほしいかなと思うところですね。まあ一応ヒーターとかも用意してますから、まあ、冬の間はこれで過ごすことはある程度ですね快適に過ごせるんじゃないかなと、まあ、期待しているところですね。あと水質を改善させたりとか、あと餌とかもですね工夫しながら、上手に育てていければなと思っております。とりあえず一旦これで様子を見たいと思います。ちょっと水槽の濁りが気になりますので、こちらの方を使っていきたいと思います。でこれを使ってですね、使うのはこちらですね、こちらの水作8コアっていうやつの、M ぐらいのサイズのやつなんですけど、こちらを使ってですね一応ある程度水を浄化しようかなと思います。外部ろ過装置ができるまで多分もうちょっとかかると思いますので、しばらくはこれで併用する形でですねやっていこうかなと思います。これはこの前買った900円ぐらいで買ったやつで、それを動かすためのポンプですね。これは日本製の静かなやつなんですけど、まあ、特に静かなやつが欲しいっていうよりもですね、まあ、やはり日本製を買いたいと思いましたのでこちらを買いました。だからこれは、まあ、一応エアーポンプがですね出口が2つありますので、その辺り上手に使っていけばですね調整しながらやっていけるという感じかなと思います。流量の調節ダイヤルもついてますので、機能としては、かなり十分じゃないかなというところですね。3140円の1割引きで購入しました。早速開けて使っていきたいと思います。あ、亀くんがさっきから水の中にずっといたんですけど、今陸地の方に上がっています。多分脱出を試みようとしていると思うんですけど、逃げられないように気をつけていきたいと思います。あ、私が近づいたら水の方に逃げていきましたね。まあしょうがないところですね。電源を挿して、音が出ました。結構ブーという音がするのはするんですけどね、まあ静かな方なんでしょう。ということでこちらをつなげます。あ、挿したらなんか音がちょっとちっちゃくなりましたね。片方だけ挿しています。そしてはい、こちらを沈めて泡がブクブクになっていっております。結局泡が欲しいというよりもですね、まあちょっと見にくいかもしれませんが、かなり泡ぼこになっていますね。まあ、これは要するにはですね、まあ、ろ過装置としての機能を期待してという感じになります。酸素よりもそっちかなというイメージですね。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、まあ、一応こんな感じでしばらくは多分これで水槽の濁りが取れるのかなと思っております。はい、ということで亀水槽は一応これで完了ですね。一旦完了ということで、次はですね、金魚の方を作ってまいりたいと思います。次の分はこちらをですね、まあ、大きい方の水槽を作っていこうかと思っているんですが、今ですね、まあ、5時前ぐらいで、先に土台を作っておかないといけないんで、土台を作っていろいろしてたら時間が間に合わないかなと思います。そうですね、とりあえずは金魚が今こういう感じで水槽にですね、袋の中に入って水槽の中にいるっていう感じになってますから、どうしようかな、土台を作ってたら間に合わないかなという感じがしますので、もう土台なしにいきなりこれをちょっと先に水を入れて完成させていこうかなと思います。はい、ということで今度はこちらですね、こちらを作っていきたいと思いますが、まあ、これは前回買ったやつと同じものになりますから、とりあえず開封をして、でサイズが違うのでサイズを合わせるための加工をしてですね、でこちらのトロブネのですね、イメージとしてはこの左上の端の方につけるという感じでやっていきたいかなと思います。箱から取り出しました。でポンポン一応ここに置いてはいるんですけど、基本的には大きさが全然揃わないので、まあ、とりあえず組み立てながらですね、加工の方を考えていきたいと思っております。まあ、この辺り前回と同じものになるんですが、まあ、スノコを入れて、でろ材を入れて、セットするとここに、はまらないんですよね。なので、この吸い口のパイプの方をカットして一番短いような形で使っていくと。でそれでも足りないので、ここに木枠を置いてですね、厚みを増して高さを上げていくっていう作業が必要になってきます。まあ、その作業をやっていきたいと思います。実はさっき亀くん脱走してまして、石の配置を変えました。縁のところに石を積んでいたら、そこから余裕でのよじ登ってですね、で黒いパイプのところから伝ってかどうか分かりませんけど、いつの間にか逃げていて、なんか作業してたらゴトンと下になんか落ちたなと思ったら亀が落ちてました。はい、ということで、ちょっと時間的に作業時間がちょっと厳しくなってきたので、今もう5時を過ぎましたので、とりあえずこちらのですね、青い方のフィルター層を作っていたらちょっと時間が足りなさそうなので、今日はですね、まあ、こちらの今入ってる水槽の方に、ポンプを設置して、でそれで一旦仕上げという風にしたいかなと思います。あと残りの作業は、後日という感じで進めていきたいと思いますので、ちょっと亀くんも注意しないと逃げ出すので、そのあたりも気をつけながらですね、ちょっと作業をまとめていきたいと思います。まあ、今はもうこちらで水を鳴らしてますんで、とりあえずもう全部一緒にまとめてしまって、で、こちらの水槽はこっちにつけたいかなと思っております。でその際に登場するのがこちらの、スペースパワー2ですね。こちらをですね、今回はこの水槽に取り付けてみようかなと思っております。結構高いやつですし、機能もいいやつじゃないかなと期待していますので、取り付けていきたいと思います。これはちょっと初めて開封するのでちょっと見ていこうかなというところですね。まずスペースパワー2ということで、まあ、これも30年前ぐらいのやつじゃないかなと思うんですが、あ、なんか落ちました。はい、こんな感じで入っております。もうなんか付属品が黄ばんでいるんでちょっと気にはなるんですけどね。まあまあ、使えるものと考えて、で、中身も黄ばんではいるんですけど、まあ、新品ですから、まあ、どうにかなるんじゃないかなと思っております。というか、めちゃくちゃ大きいということに今気づきましたが、サイズがちょっと大きいかなと今思ったところですね。この辺りもちょっと説明書を見てちゃんとした方がいいかなという気がしております。そうですね、ちょっと説明書を見てちゃんとした方がいいような気がするんで、またちょっと作戦を変えて、とりあえずちょっとこちらで一旦間に合わせで、水槽を作ってみたいと思います。多分入ると思うんですけど、あ、サイズとしては大丈夫です。まあ、ろ過能力もまあ十分あると思いますので、とりあえずこれで間に合わせたいかなと思いますが、ただこれがですね、ちょっと洗わないと危険な感じがするので、洗ってからですね、やっていきたいかなと思います。さっきからちょっとカメ君がですね脱走しようと一生懸命なんか首を伸ばしてるんですよね。ちょっと見えないですけども、多分不安でしょうがないんでしょうね。やっぱ初めて来て連れてこられて、うん、まあそんな感じで注意してみたいと思います。はい、ということで、こちらの方にエアーをセットしましたので、実際に投げ込んでみたいと思います。ちょっと長さが足りなかったんで、こっちを移動させます。あ、ここに置いた方がいいので、もうちょっと移動させます。はい、とりあえず仮にですね、これで一旦設置をして、で、あ、ちょっとこのオレンジのやつちょっと邪魔なんで、これは外します。はい、ということで、一旦これでつきましたという感じにしたいと思います。時間的にですね、今日のところはここまでで、あとは、金魚の方をですね実際入れていきたいと思います。では投入していきます。では投入していきます。はい、こちらも投入していきます。はい、無事に入ってくれました。コメットかなり素早く泳ぎ回っていますね。コメットと、あとは多分普通の和金だと思います。安いやつなんでですね。で、あと水泡眼もいますねという感じです。赤ちゃんや。ちっちゃいのもおるし、大きいのもおるやろ。うん、うん、見て、これ赤としよう。うん、じゃあもう帰るよ。帰る？またね。こちらの水槽を入れてしまいましたけど、ちょっと水泡眼だけなんか追いかけられてるような様子がありましたので、水泡眼と、あとまあ丸物として単調ですね、こちらだけちょっと別にこちらのガラス容器の方に移そうかなと思います。あと他はですね、今日買ってきたのは、いわゆるその長物と言われるコメットとか和金とか、割と素早い系のやつをこの中に入れていて、まあゆっくりタイプをこっちに2匹だけ分別しようかなと思います。で、そのためにですね、まあ、こちらの方を使おうかなと思って今開けました。で 1.5 メーターのホースも前回買ってました。なのでそれを使用していこうかなと思うんですけど、これ日本製でですね、すごいいいなと思ったのがですね、まずこういうホースって1本パラッと入ってたらバラバラになったりとかぐしゃぐしゃになったりするんですけど、こちら綺麗にですねこうやってこう固定されてるんですよね。でこのホースも触った質感もなんかすごいしっかりしてて、やっぱり日本製だなっていうのを感じましたので、こちらを加工してですね、こちらの、今サイレントのやつですね、これを使って、分岐させてですね、こちらのガラスにもこれをセットしていきたいと思います。あと先ほどカメの方にもこちらにもですねこの2つを、使っていますので、こちらにも使用していきたいかなと思います。まず先に入れておきます。ドバッと。こちらも同じくドバッと入れました。あとこの三つ股の分岐を使って、加工していきたいと思います。まずこちらを大元の方を取り付けまして、こちらにちょっとこう変えると。はい、ちょっと取り付けに手間取ってしまいましたので、これをちょっと1回沈めて泡の量を確認していきます。はい、今こんな感じで少しだけ流量少し泡が出ていてちょっと若干浮かび上がってるので、これをちょっと沈めたいとこなんですが、亀のとこから石を取ってきました。はい、石を乗せた状態ですね。そしてちょっとエアの量が少ないので調整します。ちょっと泡がボコボコでかいのが気になりますが、とりあえずは、こんな感じでいいかなと思います。あまりですね水槽の中に手を入れたりをしたくはないんですけど、とりあえず2匹だけ選別しておきたいと思います。ちょっとこれで救おうと思ったけどやっぱ難しかったです。一応これがあるので作っていきます。ということで下界まで終わりました。なので今日のところは一旦ここまでとしたいと思います。はい、ということで今日は以上になりますけども、今回の主役はやっぱり亀くんですね。非常に可愛いんですけども逃げたそうで、はい、一応そんなことで今日は以上にしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。